年明けのトルコイスタンブール、ポスポラス海峡沿いのですね、レストランの、ほんと海沿いの綺麗なレストランからお送りいたします。まだ皆さんね、正月三日日過ごされてると思います。正月休みとかも、えー、あると思いますので、えー、今日はですね、特別に、えー、このお休みに読んだらいい本とかですね、漫画とか、えー、映画とかですね、そういったものをですね、えー、これからレコメンドしていこうかなと思っております。 えー、まず最初にですね、トヨトミの野望というですね、えー、なかなかこれ面白い、某、えー、日本のですね、大手自動車メーカーさんのですね、えー、モデルにしたんじゃないかっていうふうに言われてる作品なんですけれども、えー、私も知ってる、あったこともあるようなですね、えー、元会長さんとかですね、その辺がモデルになったとしか思えないようなですね、なかなかリアリティが溢れるですね、これ三部作になっております。トヨトミの野望、 そして世襲、そして逆襲ということで、梶山三郎さんという方が、えー、書かれている小説なんですけれども、まああのー、なんかそれなりにこう、イメージをしながらあ読むとですね、なかなかあのー、楽しめるんじゃないかなと。えー、ちょっとリアリティありすぎて本当なのかなとかですね、こんなこと書いて大丈夫なのかなとか、そういったものもですね、えー、あったりしますが、ぜひ、えー、ご覧になってください。えー、豊富家。 と、冒険みたいな感じのお話で、なかなか面白いなと思います。えー、次にですね、サンダースリーという漫画でございます。え、こちらの方はですね、 え、実際ゲームの世界の中にですね、えー、少年たちが入っていって、そこでその無敵モードになってですね、え、侵略者ね、エイリアンの侵略者と戦うというですね、なかなか、こちらの方もなんかアニメの世界が現実の中に出てきたみたいな感じの設定になっておりますが、非常にあの、面白い作品になっております。次にですね、最近ね、にわかに、 日本でも大麻解禁論だったりとかですね、ほんと医療用大麻はもうあの解禁されるということで、逆にあの大麻使用罪っていうのができて、娯楽用の大麻っていうのはですね、より厳罰に処されるような流れになっておりますが、えー、とはいえ世界的には大麻解禁の状況にあるということで、まあそれに合わせてたのかですね、漫画でもですね、 え、大麻のことを描く漫画っていうの増えてきております。まあ、例えばゼニマというですね、え、大麻はゼニーにあるということで、たまたま,まあ発見した、え、講演家なんかに生えてたですね、え、大麻の葉っぱがですね、非常にあの、まあ、いい THC。 っていうんですかね。あのー、その有効成分ですね。えー、そちらを含有するということで、え、それを見つけた大学生たちがですね、それを、えー、まあ、ジョイントとかですね、そういったものにして、えー、大儲けをするっていうお話でございます。もう一つはですね、東京カンナビストック、大魔王と呼ばれた男という話なんですけども、こちらの方は、花屋を経営している。本当にちっちゃな花屋を家族で経営しているが、なかなか経営が厳しい。えー、この、 え、植物マン、本当植物博士みたいなですね、本当植物のことが大好きで大好きでたまらない、植物と会話しちゃうみたいな主人公がいるんですけれども、えー、この友達がですね、お前そんなにお金がないんだったら、大麻でも栽培してみるかという悪の道にですね、引きずり込んで、でもその植物のことを愛する男はですね、非常にあの、え、大麻に関してもですね、非常に質のいい大麻をですね、えー、開発してしまって、まあそれが、 瞬く間に、話題、ジャンキーたちの中でですね、話題になってですね、えー、まあ、ヤクザだ、半、ね、反社会的勢力だったりとか、半グレだったりとか、そういった人たちに翻弄されるというお話でございます。えー、次にですね、え、東村明子さんの、もしもしあっこちゃんというですね、こちら自伝でございます。えー、もしもしあっこちゃん、漫画と、え、電話とチキンナンバーということで、えー、あの、まあね、本当に、えー 東京タラレ、ラレバ娘とかですね、えー、そういったところで有名になった、えー、東村明子先生ですけれども、彼女が、え、宮崎にいた時代にですね、まあ、電電校舎のお父さんがですね、電電校舎の社員ということで、え、九州中を転々としていたらしいんですけれども、そんな、東村先生のですね、子供時代のお話ということで、こちらも結構あの、 サクッと読めます。あの、漫画じゃないんですけども、小説なんですけども、サクッと読めます。えー、次にですね、離婚予定日というですね、これもかなり20年ぐらい前の作品なんですけど、たまたまですね、ウェブ漫画、最近ね、流行りのウェブ漫画のですね、レコメンデーション出てきて、ついつい読んでしまったんですけれども、えー、何の変哲もない主婦がですね、えー、浮気をされ、そして浮気をし、 というようなお話でございます。本当、団地に住んでる、本当にあの別に対して可愛くもないですね、えー、奥さんがですね、なぜかめちゃくちゃモテてですね、選挙に出たりとかですね、いろんなことやってですね、最終的にどうなるのか、結構長く続く、えー、離婚予定日を決めてですね、えー、浮気をした旦那ね、旦那がお前とはもうダメだ、あの、 えー、付き合えないというかですね、もう離婚しようと言って、離婚予定日を決めて、それに向かって突き進むんですけれども、その、えー、離婚までの過程にですね、非常に、えー、ドラマが色い々ろいろ生まれてくるという、まあ最後はですね、結末なかなか面白いので、ぜひ最後まで読んでみてください。えー、次にですね、ひそかにあされという漫画でございます。こちらの方はですね、まあこれも最近話題の東北の三陸地方でですね、密漁、アワビの密漁とかが行われてるんですけれども、この密漁を題材にしたあ漫画でございます。 えー、漁師をやってた主人公なんですけれども、えー、ひょんなきっかけでですね、ひょんなきっかけというかですね、お母さんが売春をしてたとかですね、もう、それだけ生活が苦しい中でですね、その生活から抜け出そうと密漁に手を染めるわけですけれども、まあそこから生まれてくるいろいろな物語でございます。えー、漫画ですけれども、あとですね、妻が口を聞いてくれませんというですね、いきなり、えー、夫婦、 まあ別に円満でもなかったんですけれども特に喧嘩もしなかった夫婦なんですが突然奥さんがですね口をきいてくれなくなって本当にもう1年以上無視されてどうしようかみたいなその夫のなんていう,いうのかなこう葛藤をええー して、か、カットをですね、漫画にしたあ、これ一冊で終わりますけれども、えー、ね、皆さん、あの、夫婦なんかがですね、あまり円満ではなくて、なんで、なんでか知らないけど奥さん口聞いてくれないんだよね、みたいに思ってる方々、これ見てる方々にも結構いらっしゃると思いますが、えー、胸に手を当ててですね、この漫画を読んでですね、えー、見るとですね、いい、いいかもしれません。えー、次にアニメなんですけれども、え、最近ですね、え、いろんな配信プラットフォームで配信されております。私、最初はアマプラで見 見たんですけれども MF ゴーストえー、こちらの方はですね、イニシャル D というですね、もう20年以上に、えー、20年以上前にアニメになったですね、僕も大好きなですね、茂野修一さんという作家さんの、まあカーレース漫画なんですけど、行動最速理論というですね、えー、理論を持ったですね、高橋良介というですね、人がいたんですけれども、この人、えー、が作り上げたプロジェクト D というですね、えー、プロジェクトがあって、えー、行動の走り屋でナンバーワンを決めると。 関東ナンバーになるんだみたいな感じでやっていたですねえ藤原豆腐店の藤原拓実さんという人がいたんですけれどもえ彼のその後のですねえ続きのストーリーというかまあ藤原拓実さん自体は出てこないんですけれども藤原拓実さんの教え子だったイギリスの名門レーシングスクールのですねえ生徒が日本にやってきてえにあの日本人とあの英国人のハーフなんですけれどもえそして えー、それから時は、ああ、下ること20年以上経ってですね、2020X 年にですね、えー、富士山が噴火して、えー、あの辺、あの、湘南一帯がですね、立ち入り、えー、制限区域になって、そこで行動レースをやってしまうというですね、なかなかありそうでなかった、えー、ストーリーなんですけれども、これが、もう、あの、漫画はですね、もう3年ぐらい前から連載、連載してたんですけど、ついにアニメ化されました。もう本当待望でございました。本当期待に、えー、もう負けない、 素晴らしい出来になっておりますので、ぜひ皆さん、この機会にですね、えー、ちょうどね、今今日僕がレコメンドした小説漫画、えー、エッセイ、アニメ、えー、時間潰せると思いますので、えー、ぜひ見てみてください。いってらっしゃい